おうおう、ライオット、ちょっとそのスカートの中ちょっとだけ覗かしてくれたら元気出る。あ、パンツ、くそ、パンツ握られた。なんだ、うわ、いにしえの神ゲー巡りということで、ベイグラントストーリーをね、やっていきたいと思いますね。さあ、潜入したところからですね。さあ、これ、とりあえず、あ、なるほど、なるほど。この赤いとこから来たということで、このね、白い方に今から進んでいくわけですね。行きましょう。なんかいるね。あー、なるほど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 。どうしよっかな、どうしよっかな、これね。ですね。前回説明しましたが、武器をね、使い分けて育てなあかんのですね。ビーストでしょ、今。だからタワーリッチの方がビーストが気持ちいいね。マイナス2、マイナス1なんで、こっちの方が高いんで、これで、戦っていきましょうか。だね、このゲーム、本当にね、唯一の難点はね、この、なんでしょうね、コンセプトめっちゃいいんですけどね、装備の切り替えがね、くっそめんどくさいんですよ。この、いちいちこのメニュー画面を出してね、カチャカチャして切り替えないと、多分、ハードの制約でしょうね。そのメモリーなんか、なんでしょうね、常駐させて、サクサク装備切り替えるってことが多分できないので、毎回このね、メニューを、その通さないと装備が切り替えれないと。これが例えば、もう今だとね、その、それこそ、まあなんだ、ダークソウルシリーズみたいな感じでね、サクサク装備変えれたら、マジ神ゲーだと思いますね。だからね、今これリメイクしたらね、もっと面白いもの作れると思うんですよね。はい、そんな、いや、わいわい言いながら、言いながら、ちょっと、はい。まだね、最初なんで全然弱いですね。で、これね、パズルっぽい要素もね、そのうち出てくるんですよね。これ今ここにこれがありますね。で、これ今これぐらいで簡単にいけているんですがね。それでいけないようなとこもあって、多分、ちょっと待ってください。あ、こんなんして持って、こんなんして、こんなんして、みたいなのがね、今後出てくると思うんですね。はい。でね、これ結構ね、孤独なゲームなんですよ。これ本当はね、初期のあれなんですよ。案としては、なんか一緒にね、さっきの女の人とか、あるいはなんか別なんで、なんかペットみたいなと一緒に攻略するみたいな案もあったらしいんですけど、なんかその一緒に引き連れるデータが無駄だよねっていう、それもまたね、ハードの制約によってね、この一人で挑む感じになったようです。で、一人で挑むんだったらってことでね、このなんか自分の孤独に自分と向き合うみたいなコンセプトのね、ゲームになっとるんですよね。だからもっとわちゃわちゃするね、楽しい感じのゲームになった可能性もあるんですよ。でも結果的に私はこれで良かったのかなとは思います。なんだなんだ、人間がいます。おーおーおお、ちょっとびっくりした。どうだ、開きそうか、開きそうか。ダメだ、びくともしない。どういうことだ、さっきまで鍵なんてかかっていなかったはずだぞ。鍵じゃない、グリモアの力のようだ。誰がロックしたっていうんだ、内側からか。知るか、そんなこと。とにかく、ここが開かない限り、本体と合流できないってことだ。そんなことより奥へ行った連中は。いや、まだだ。みんな死んだんちゃう？何を油売ってるんだ、あいつらは。そう、閣下するなよ。それよりもこっちへ来いよ。面白いものが見れるぜ。面白いもの？グリモア？グリモアってなんだっけな。ここが開かないということだよね。鍵マークになってるもんね。ハマシオンの刻印で結界が張られてるんだね。はい、see。あーなるほど。行きましょうか。これなんかちょっと待って、ね、自分の今体、足、落ちたからダメージ受けてんのかな、もしかしたら。まあ、いっか。これもグリモアの力なのか。まったくびっくりするぜ。
聞いてはいたが、実際に目の当たりにするとな。浮遊石みたいな石が浮いてますね。公爵邸で竜を見た者がいたと言っていたが。ああ、魔法が実在するならドラゴンだって何だっているんだろうさ。ギルデンスタン様らは無事なのか。大丈夫さ、きっと。こんなレアモンデの入り口に奇跡が存在してるんだぞ。奥には何がある？レアモンデには何がある？熱くなるなよ。俺たちは新人だからよくわからんが、上層部がグリモアの存在を知っていたことは確かだ。そうだろ？ああ、俺たちの任務はレアモンデに潜むメレンカンプの殲滅と、奇跡の確保だ。噂なんだが、ギルデンスターン様らもその魔法を使うことができるらしい。あ、そうなんだ。バカな、我々は神に使える身だぞ。その我々が、いや、聖隠騎士団の団長が邪教の力を使うというのか。だから、あくまでも噂だ。だが、シドニーらが本当に魔法を使うのであれば、それを退治する者たちも同じ力がなければ歯が立たない気がするぞ。神のご加護がある。めでたいやつだな、本当に神なんぞいるとでも。俺や神様にはお目にかかったことはないが、邪教の力は信じるぜ。今目の前にあるんだからな。そんなに簡単に使えるものなのか、魔法ってやつは。古代伝承学を信ずれば誰でも扱えるようにしたのがグリモアってことらしい。グリモアで簡単に使える？それさえあれば誰でも岩を空中に浮かせることができる。ん？ん？こいつさっきから間抜けやな。人間相手にこれ多分戦うんだよね。ということはね、これがね、皆さんめんどくさいんですよね、これ。ビーストじゃなくて人間用なんで、ファンダンゴに切り替えましょうか。やってやろうか。一番ダメージ当てれるところはヘッドですかね、やっぱりね。パーセンテージがね、こう微妙なんですよね。だからこっちの方がいいかな。なんかアビリティがね、あったはずなんですけど、まだ使えないな。まあ、そのうち死ぬだろう。連打してりゃ、まだチュートリアルと思うんで、連打してりゃ死ぬと思います。本当はね、連打しちゃダメなんですよ、これ。さあ、死んでおくれ。でね、お気づきの方がいらっしゃるかわかんないですかね。HP の下、リスクっていうのがありますよね。あれがね、攻撃していくとどんどん上がっていくんですよ。ほんで、何もしてない状態だとね、ぐーっと、特にこの、なんだっけ、リラックスモードだっけ、武器直してる状態だとガーッと下がっていってリスクゼロってなるんですが、攻撃しまくってるとね、リスクバンバン上がるんですよ。で、リスクが上がると、こっちのね、与えるダメージデカなるんですけど、受けるダメージもね、めっちゃデカなるんですよね。だからリスクあんま上げたら危険なんですよ。本当にリスクなんですね。そういうのもコントロールしながらやるというね、そういうゲームなんですね。深いでしょう。深いんすよね。これどこ行ったらええんだ。あの、石に乗って向こうに行けばいいんだな、多分な。宝箱これ。コンテナか。あー、なるほどね。今、ガジェットバッグ持ち歩いてるやつ全然スカスカなんで、まだ入れる必要ないな。武器がね、そのうちパンパンになってきたら入れたりせなあかんのと思うんですよね。ブレードグリップ、なんだ？まあいいや。あ、セーブ、ポイントもあるね。セーブしとく、一応ね。使い分ける必要もないかな。一応分けとく。え？どういうこと？
使用中ってどういうこと？一個しか無理なの？ちょっと待って。あ、なんだろう、この、めっちゃあれなんか、あれなんだ、データ量でかいから、このセーブこれ一個しかできないのかな、もしかしたら。使い分けれないんだ。いやいや、そこエミュレーションなんだからさ、これゲームね、あのゲームアーカイブス、私もこれプレステ3でやっておりますが。これも、まあ、当時の感じなんでしょうね。なんか、さすがにちょっとこの感じ、セーブ重たく感じますね。はい。OK? しゃあないな、これは。ここか。はい、乗りましたね。ほっ。なんだなんだ。なんだよ。なんだよ。おお、ちょっとビビらせんのなしやわ。ねえ、これクソめんどくさいでしょ。クソめんどくさいけど、これやっとかないと後で困るんすよ。なんかね、確か、ボウガンとかでね、まあ究極に裏技的にクリアできた記憶もあるんですが、ちょっとあんまりね、そういうことしたくないので。ワンちゃん。ワンちゃんごめんな。恨みはないんだけど。宝箱とか特にない。うん、行くか。ああ、なにを。ビビる。ビビったけど大丈夫。これ結構 HP 食らってるけど、今の状態で自然に回復してますよね。多分これ、なんかアイテムとか使えばガッと回復するんですが、ほっといても回復するんで、これ気にせんとガンガン行くとね、突然ボス戦が始まったりとかをしたような気がするんですよね。でもまあまだ序盤だから大丈夫か。行こうか。うるさい機械の番犬がやってくる。貴様たちは戻ってやつを始末するのだよ。お前誰だ。機械の番犬？VKP のエージェントだ。俺のことだな。VKP のエージェントってリスクブレイカー言ってたやつですね。ちょっと、VKP が何かがわかんないけど。良いか。私の命に従うのだ。貴様たちの敵は VKP のエージェントだ。いいな。行け。はっ。下っ端は辛いね。訳がわからんくてもね。与えられた敵と戦うしかないと思ったらシドニーやん。シドニーが化けてた。おお、ちょっと待ってよ。そんなビビることではないと思うんだが、人間相手だったら、これは切り替えないとダメ。はい。ごめんね、強くて。もう一人おるよな。降りてこいよ。降りてこいよ。ちょっと待ってね。あ、高さが3段だとこれ無理なんだ。どうしたらいいんだ。パズル要素。あ、いけた。いけるんかい。痛い。ちょっと待って。
いるね。来いよ。なんだお前、それ、お前ずるいな。こいつ、許さん。そんなやつは。そんなやつは。あ、これ結構うぜえ。もう死ぬだろ。俺に勝てると思ったのか。さあ。次行くか。宝箱も何もないな。よし行こう。進むべき方向が2つ。あ、またか。おお、今度は大きい。なんだ、なんだ、何が起きた。経営が変わった。長いは危険だな。ちょっと待って、バルブゲット。うん、オッケー。おお、まだおるね。どうやって行くんだろうか。ちょっと回す方向が慣れないな。なんか飛んだらいけんのかな。あっちから行くんかな。ちょっと飛んでみようか。あ、いけるんだ。ごめんね、上から失礼するわ。ごめんよ。どっち行こうかな。正規ルートあっちかな。あっちっぽいけど、こっち気になるよね。ロックされちゃったよ。ロックされちゃったけど。オッケーオッケー。この体の色がさ、なんかあれ何なんだろう。多分頭は正常なんだよね、青いの。緑と黄色はなんかダメージ食らってるってことだよね、これ。ロック解除された。ほっといたら多分そのうち回復するとは思うんだけど。何しにここ来たんだろう。あ、宝箱系。あ、ボーガン来た。これなんか多分紙武器なんですよね。ほんでジポングローブ、ベラルート、キュアルート、オール、オールゲッツ。はい、ボーガンね。セブンスヘブン、なるほどね。まあまあ、ボーガンはね、多分なんかあれなんですよね、なんかチート的なね、あの使い方を多分するんですよ。なんかチェインしまくるみたいな。だから別に種族特化とか多分そういうことではないかった記憶があります。覚えてないですけど。それだけか。まあ、ボーガンゲットできてよかった。これ絶対取っとかなあかん武器のはずなんでね、取れてよかったです。復活はしないんだ、敵は。なるほど。
早くこうチェインとかできるようになりたいな。まだね、何の工夫の余地もないんですよね。ぶん殴ってるだけなんですよね。だんだんでもダメージ上がってきたな。いい感じになってきたんじゃね。これはついにそのままでいけない系になった。パズル要素、まあなんだろうなんだろうか。壊すしかないよね。違うの、壊すとかじゃなくて、どうしたらいいの、どうしたらいいのよ。いや絶対壊せるはずだ。壊せないの、触れないもんな。ちょっと待ってね、これにしたらいけるとか。ターゲットがいなきゃ一緒のことだよね。一緒のことだ。ちょっとやめとこう。で、あ、弓あれか、両手武器だから盾外れるんだ。だる。それはいいわ。わかった。わかったけどさ、全然わかんねえ。マニュアルプリーズ。これだけは読んで。あ、魔法はグリモアを、そのアイテムを使用すると覚えるんだ。あれだね、あの、なんだっけ。ブラッククローバーとかいうね、漫画アニメであのグリモワールみたいなの出てきますよね。あの感じだね。そやけど、これ別に魔法何個でも覚えれるんだよね。一つだけのグリモワールとかいうことではないよね。グリモア使いまくって魔法はバンバン覚えれると。わかった。それはいいんだ。今は知りたいのはそういうことではないんだ。攻撃することで壊すことが可能。いや、そうなんだよ。壊したいんだってば。どういうことだよ。こういうことが、こういうことが、こういうことなのか、もしかして。これだったら壊せんのか、もしかして。I see。ターゲットされなかったのは壊せないオブジェクトだからだな。これで、いけました。覚えたぞ。おお、クソデカダメージ入った。さあ、鍵かかってるマーク出てますね。行き止まりじゃないか。ムービー入った。何かの仕掛けでロックされているようだな。あれか、どれだよ。なんかその辺に一瞬見えた気がしたな。これか。俺様の身体能力にかかればなんてことはない。目の前にレバーがある。下げる。扉が閉まってしまわないで。何やそれ。通過に成功。危ない。どうした。回想シーン来た？うん？秘められた過去みたいなね。ねえ、こんなに強いね、リスクブレイカーもっていうことでしょうね、これ。
パパパパパパ、あっ、なんだこの感覚は。待ってくれ待ってくれ、見てえわクソ、おめえなんかお呼びじゃねえんだよ。あ、息子だろ、息子を呼んでんだよ俺は、息子に会いてんだ。はっ、見くだけだよね、何もない、行くしかねえ。え、暗くて見えねえんだよ、真っ暗だ。ちょっと待って、なんか持ってこなあかんの、持ってこれるもん、あるやん、持てねえし、持てねえよ、持てねえぞ。あー、なるほど、ちょっとわかったかもしらん。こうすると、おお、なるほどね、この2段目までしか手が届かなくて、その上に乗ってたらね、1個以上こいつ持てないんだ。非力かお前。非力すぎないか。いけたね。セーブポイント来ましたね。これはコンテナかな。そうだね。え、違う、これは宝箱だった。違いが分かんねえ。ここでするしかないんだな。セーブが長えよ。よっしゃ行こう、もうちょい行こうか、次のセーブポイントまで頑張ろう。ね、まだ全然あれなんですよ皆さん、序盤なんですよ、戦闘システムもまだね、アビリティとか一切使ってないんでね、これからなんですよ、まだあれです、あれです。序盤です、チュートリアルです、まだまだ。おっと、ちょっと待って、何、何なの、何なの、ボス戦的なん、これもしかして、ミノタウロス的なやつちゃうのこれ、ミノタウロスやんこれ絶対。まあやるでしょ、結構食らう、ビーストだね、よし、じゃあこれでいこう。おお、結構来るね、頭がやっぱ効くね。動かん方が良かったな、動く理由がない、ここで連打だ。 68% か、連打、連打力が試されてる。弱えわ、チュートリアルだな、まだまだ。ミノタウロスがお前その弱さダメだろ、100ダメージぐらいこっち食らわしてくれへんかったら緊張感出ねえわ。コングラチュレーションズ来た、お、マップコンプリート、まだ 3% しか進んでない、ノーマルエージェントは、すんません。あ、なんか思い出してきた、これなんかね、目押し、目押しとかできねえわ。おお、いいんじゃないこれ。これなんですよね。レベルとかいう概念がないので、このゲーム。これでね、クリアするたびに、こうやってちょっとずついろんなパラメータが増えていくんですよね。これ、ヒットポイントプラス5は、まあじゃないですか。ハマシオンの刻印ってどっかなんかあった気すんな。扉、あっこ戻るんか。生命のグリマ、ヒール来た、ヒール。これはなんだ、弱害
わかんねえ。ミゼラブルボディのグリモア。対象のストレングスを一定時間減少。なるほどね。なるほど。ここはもう、この先ないんだね。あ、来てよかった。宝箱あるじゃん。危ねえ。見落とすとこやった。何が入ってる？ええもん入ってる？ペルタシールドと、ウェラバルブと。あ、まあまあ、まあまあまあやな。他は特に何もなさそうかな。戻るか。シールド今ゲットしたやつはマシなシールドなんだろうか、わかんないけどね。イントがちょっとだけ上なのかな、これ。わかんねえわわかんねえけど、これしとこうか。何が変わった？何が変わったこれ。でも、あー、まあ、ええか。ちなみにね、これ、武器のとこね、装備の下、DP と PP というのがね、左上あると思うんですね。これ DP がね、何だったかな？これ耐久性だよ。D なんだろう？デュアラビリティとかかな？わかんないですわ。耐久性と PP がなんか、もう全然覚えてないやつが、あれです。使い込んだら PP が確か上がっていくみたいなね。確かそんなやったんですよね。で、これ修理すると PP 下がるみたいなやったと思うんですが、この DP と PP のね、バランスを保たないとね、武器がね、使い物にならなくなったりするんですよね。確か。もうね、ややこしいんですよ。まだ大丈夫です。え？何今の？お！シドニー、貴様！さすがリスクブレイカー。大抵の人間は真実を認めず、常識だけにとらわれる。それゆえ恐怖に支配される。だが貴様は別だ。常に冷静沈着に行動し、どんな事態に対しても決して慌てたりはしない。決してな。まるで、そう。まるで心がないようだ。なぜだ？なぜ貴様は肉体を支配できる？まるで絵本を読む子供と絵本の中で活躍する勇者のように心と肉体が分離している。貴様の心はどこにある？ VKP の訓練の賜物か？それとも心を閉ざさねばならない何かを見たのか？貴様の心を見せてくれ。戦う、また。ええー、やってやんぞ。やってやんぞ。ちゃうの？あ、魔法的な力で、心を覗かれる？やめてよ。勝手に見ないでよ。見ちゃ嫌だよ。心閉ざしてんだろ、多分こいつな。なんかすごく嫌なことがあったんだよ。見させないで。優しい時間が流れていたんだ。ね。その時はまだ神、ね、アホ毛みたいなやつも垂れてるけど、今立ってるけどな。この時まだ優しい時間やから垂れてるやん。ね、愛してるようなチューとかしてるし、なあ。すごいいい感じ。大人なゲームやな、これ。大人なゲームやで、これ、ほんま。こんなん中学生とかやってもわかんねえよな。絶対わかんねえわ。なんだ？なんで殺した？何のために殺したん？え？息子よ。嫁よ。なぜだ？俺は生きている。なぜだ？なぜだ？なぜだーつで、髪の毛が立ってるんだな、今な。貴様が愛しい妻子を殺したのだな。え、そうなの？殺した風に責任を感じてるのか、それともなんか本当に実は殺したのか。まあ、多分殺されたんでしょうけどね。
殺したのは騎士崩れの野党だ。違うな、騎士として有能なはずの貴様が愛しい妻と子を守れなかったのだ。騎士として、夫として、父親としての責務を果たせなかった。貴様が殺したのだ。シドニー、俺を追ってこい、アシュレイ・ライオット。貴様の真実は自身の中にはない。何が狙いだ。ハーディン、ハーディンってあのおっさん、あ、おお、ライオット、ちょっとそのスカートの中ちょっとだけ覗かしてくれたら元気出る。メルローズ、私には構わないで、気にせず彼らを捕らえて。マトは貴様の過ちを許し、眠れる力を呼び覚ますだろう。されどその力はマトの与えたものにあらず、自身が封印した力なり。これはゲームだ。ゲームですよ、あのプレステ1のゲームですよこれ。俺が逃げ、貴様が追いかける。俺はウサギで、貴様は狩人ってわけだ。だがウサギはさまざまな罠を張って狩人を待ち受ける。おかしいだろ。待っているぞ。待てシドニー。あ、パンツ、クソ、パンツ逃げられた。なんだ、痛い。封印された記憶からいくつかのバトルアビリティを思い出したのである。これは一体。待っているぞ、アシュレイ・ライオット。何なの、バトルアビリティだと。チェーンアビリティ来た。あ、来たね。ヘビーショット、ダメージの 70% を追加ダメージで与えて、回復して、なんだっけな、 DP 回復は別にどうでもいいんだよね、すぐ修理できたと思うんで。これヘビー、違う、まあ、とりあえず込んでいいか。ほんでチェーンアビリティ、ディフェンスアビリティなんかあったね。麻痺しびれを回復、ダメージリフレク、インパクトガード。ダメージリフレクぐらいしか多分使わないよねと思うんですよね、記憶によると。さてさて、これね、あ、そうだよね。そうだそうだ。ちょっと思い出した。ちょっと待ってね。ちょっと待ってねばっかり言ってますけど。確かね、これで練習できたと思うんだよね。あのハテナが出た瞬間に押すとね、確かチェインするんですよ。難しい。ちょっと待って、難しいぞ、難しいぞ。これめっちゃ練習いるやつやわ。ちょっとこれあのあれですね、収録外で練習しとかなあかんわ。あ、ほんで同じやつではチェーンできないのか、もしかして。わかりました、これ練習しておきます。というわけで結構進んできて、これあのアビリティがね使えるようになったんで、こっからがねベイグラントストーリーの始まりですね。いよいよそんな感じで、これ多分ワインのところね、鍵が開けれるやつをゲットしているので、そっち戻っていきたいと思いますね。はい。では、今回はここまでにしておきましょうかね。ちょっとこのチェーンアビリティ練習しておきますので、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
Ma ci sento a doncino d'amore, delle belle tarpando e riposo, ma ci sento a doncino d'amore.